子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。救援要請で助けに行かないと。おとなしくしてろ。こいつをどうにかしないと。まとめて相手してる。おとなしくしてろ。まとめて相手してる。リヴァイ兵長、援護感謝します。どうしてバケモン。早く来い。どうしてバケモン。今だ、罠を起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえか。ヤッホー！ 2 体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ、早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。巨人を足止めできるはず。私がやります。まとめて相手してる。邪魔だ。やる。おとなしくしてる。俺のこっちや。やる。
これでしばらくこいつは動けませんよ。おとなしくしてろ。どうしてバカ。俺の敵か。奴らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。まとめて相手してどうして負けない。
くしつけえ奴らだったな。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな。昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人、また始まったよ、軍隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級が